皆さん、こんにちは。緩和ケア医の木下博也と申します。つながる、届く、緩和ケア。第70回目の今回は、ある日突然認知症。でも、大丈夫な時もある。専門2。前回の続きで、専門に関して解説します。専門に関しては、1、専門とは。2、こんな時疑う。 三、原因など。四、影響。五、治療、対応。六、終末期専門。これらの項目のうち、前回は1から3について解説しました。今回は、四、影響。五、治療、対応。六、終末期専門について引き続き解説します4。 影響。専門による影響は、A、患者。B、家族、介護者。C、医療従事者に分けて考えてみましょう。A、患者。患者にとって専門が辛い体験かどうか。これに関してはいくつかの研究があります。研究方法は、専門から回復した患者にインタビューを行い、専門は患者にとって どんな体験であったかを調査しています。振り返ることが可能であった患者において、精神運動興奮、幻覚、検討式障害に関連して、専門体験を辛いと感じる程度が高かったという結果でした。また、専門が医学的に患者にとってどんな影響を与えるかというと、入院期間の延長、死亡率の上昇、 合併症を生じる、認知機能の低下、転倒、転落のリスクなどがあります。B、家族、介護者。家族、介護者にとって患者が専門になるのはどうか。これも専門から回復した患者の調査と同時に行われており、家族、介護者にとって患者の専門はかなり辛い体験であったという結果でした。患者 医療従事者と比較して家族、介護者にとっては特段辛い体験となります特に興奮が強い専門では家族、介護者にとってトラウマとなることもありますだからこそ専門の前兆を知り早く医療従事者に相談できればいいのですが C、医療従事者特に入院を担当する看護師にとっても 患者の専門は辛い体験となります専門は日中より夜間に増悪することが多いため医師は患者の日中の様子だけを見て患者は落ち着いているからと思いがちです夜間の専門の増悪は徘徊、転倒、転落、点滴などの下るいの事故抜きなどの問題行動につながるため看護師の負担は大きいです 5. 治療対応、専門の原因に関して A. 直接因子 B. 準備因子 C. 促進因子に分けて考え純粋な専門の原因は直接因子であることを解説しました従って専門治療はまずこの直接因子の治療となります直接因子を具体的に挙げると体の病気薬 専門を生じやすい薬があります。手術などがあります。このうち治療ができるのは体の病気、薬の減量、中止となります。ただし、体の病気の中には完全には治らない、回復できない問題もあります。また、薬に関しても症状、状態によっては減量、中止が難しいこともあります。 例えば、痛みが強い時に使っている医療用麻薬の原料、中止はなかなか難しいですよね。このあたりは主治医とよく話し合うことが重要です。しかし、癌治療医は専門の専門家ではないので、緩和ケア、精神科医などと相談が望ましいと考えます。専門の治療として、薬物療法は抗精神病薬、 幻覚、妄想、興奮を和らげるを使うことになります。しかし、これはあくまで対処療法です。また、専門で昼夜逆転して夜眠れない時に睡眠薬だけを投与することは、かえって専門を増悪させる可能性が高いことを知っておきましょう。B、準備因子。専門の生じやすさの因子で高齢 認知症、脳梗塞、脳出血、頭部外傷の経験、アルコール退院などがあります。これはどうにもできませんよね。C、促進因子。身体的苦痛、精神的苦痛、環境変化などがあります。これらに対する対応は、専門を少しでも悪化、長期化させないケアとして重要です。 痛みをはじめとした苦痛の軽減は重要です。また、排泄、排便、排尿がうまくできないと不快となり、専毛が増悪します。精神的苦痛では特に不安を軽減するような対応が大切です。環境に対する対応について具体例を挙げると、昼夜のリズムを整える目的で部屋に 日中は明るい光を取り入れ、夜には薄暗くし、睡眠と覚醒のサイクルを整える、安心感を提供できる目的で、患者が落ち着いて感じるような環境を整えるために、親しいものや写真、思い出の品などを配置するなどの工夫があります。6. 終末期専門。本チャンネルの第37回シリーズ終末期。 5. 終末期専門死に至る自然経過をぜひご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。最後の時が近づくと専門の直接因子は複合的で回復改善不可能な因子が増えてきます。また、この時期における専門は死に至る過程で誰にでも生じて状況によっては 医学的な介入が必要とは限らないこともあります。2回にわたって専門について解説しました。本動画の情報が少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。ではまた来週。